40、50を過ぎたら首前のシワ、たるみ、顎のラインがたるむ、気になりませんか？これを今日は改善していきたいと思います。まずなぜ首のシワやたるみができてしまうのか、これはまず第一に骨格が大きく関わっています。頭蓋骨、頭ってね、すごく重いの、ね、この重い頭がしっかりこの背骨の上に乗っかっていれば、胴体の上に乗っかっていれば、首の筋肉は本来そんなに頑張りすぎなくてもいいんだけど、最近の現代人こうなってる人多くないですか？頭が前に出ていて、ね、頭が前に出ていて首のカーブを失ってストレートネック、猫背ストレートネック、こうなってくるとここの前の筋肉はたるんできます。機能しなくなってきちゃうので、そうするとここの前の筋肉何かっていうと、この顎のここについてて首の前を通って鎖骨の下あたりにくっついてくる後傾筋というのがあるんだけど、これがうまく機能しこなくしてこなくなっちゃうから、しわしわたるみ、そして顎のたるみになってしまうわけなんですね。ここの顎のラインからクリアになくなってきたら要注意です。なので今日はこの首の位置をしっかり改善してカーブを取り戻すエクササイズをし、そしてその後にこの後傾筋も鍛えてきていきます。筋肉も元気がなくなってくるとこうふにゃってなっちゃうから、しっかり使ってあげることによってまた厚みが増して、ね、元気になる、ね、なので張りが出てくる。でこれも首のシワを取るのにとても重要になってきます。それではまず最初に首の位置を戻して、ストレートネックを戻して、カーブを取り戻していくエクササイズをやりましょう、ね、みんなに分かりやすいように私は横を向きますね。座ってやっていただいても立っていただいてもいいんだけれども、背骨をまず意識します。ね、骨盤を座っている場合は立て、ね、立っている場合は骨盤をニュートラルし、そしてお腹を引っ込めます。腰を反らないようにして、また腰が丸くならないように 間でやります。そしてその上にまず背骨がビューンってこうね伸びてくるように、前も後ろも伸びてくるように、さそこで、ね、頭の位置ですよ。まずこの後頭部のこの一番出っ張ってるところをできる限り後ろに持ってきます。なのでここですぐ顎を上げてしまうんじゃなくて、このまま鼻は正面を向いていて、このまま後ろに持ってくる。ちょっともう一回やってみましょう。人によってはね、元から姿勢がいい人はそんなに後ろに持ってこれないかもしれないけど、猫背さんの人はかなり後ろに持ってこられた。後ろに持ってきてお腹引っ込めておいて、後ろに持ってきたらその位置で後ろにカーブ作ってきます。顎を軽く上げてきます。でも後ろのカーブを作るんだけど潰さないようにして軽く上を向いていきます。お腹もまだ引っ込めてるし、胸も広げてるし、 OK、上を向いて、はい、10秒、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、で戻します。 OK、 もう一回やるよ。肩の力は抜いて、まずね、ちゃんと胸小背ならないように胸を開いています。お腹を引っ込めてから頭を後ろに持ってきます。コケコッコーの鶏みたいに後ろに持ってきて、 OK、 でそこから上に伸びながら、上に伸びながら頭を軽く、目線を軽く上に持ってきます。真上じゃなくて斜め上を見てください。10秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、で緩めてください。 OK、 じゃあ今度は、ね、これをねやった後に首のこの後傾筋、シワが気になるところを鍛えていきたいと思います。手は下に、でちょっと手はね、こう肩を下に落としておいてください。はい、でこれから襟巻きトカゲの真似なのよ。襟巻きトカゲの真似みたいにこうやって、うん、顎を出して口角を下げて、うーんってトカゲみたいにイグアナーみたいにやってみて、ほんと真面目にいくよ。せーの、イグアナーと襟巻きトカゲ、イーって声出してもいいしね。この状況でちょっと止まっててください。肩上げないで肩下げて。
それでちょっと外します。今感じたところはここら辺、口角も下げてるからこうやってここら辺のもう筋筋、私が見えたと思うけど筋筋が出てくるみたいな、本当に襟巻きトカゲの真似をすると本当に小動以外にここはね鍛えられます。もう一回やりますよ。いい？息吸って、はい、でいくよ。はい、じゃあ今度このままにしたらパクパクしてきます。まさにさらにトカゲになります。いきますよ。でパクパク、この状態でパクパクね、あの真面目にやってるから私一応本当に。じゃあいくよ、せーの。OK。これをやった後に必ず、ね、これ間違いなく明日ここ筋肉痛になってた、本当にみんなここが筋肉痛になったら効いたなっていうことで、なのでもう一度最後に今ちょっとこうやって出したから、ね、首を後ろに位置をもう一回正していきます。いきますよ。背筋を伸ばしてお腹を引っ込めて胸を開けて腕は軽く横もしくは後ろ目、はい、で頭、後頭部を後ろに持ってくる。この時に背中ごと傾かない、背中まっすぐで後頭部後ろ、でそのまま軽く上に向いていく、斜め上、真上というよりも斜めちょっと上あたりを見て、背筋伸ばしてるよ。はい、そして最後にこれね、口角を下げたので口角上げていきたいと思います。みんなせーってね、この口角をせーって上げていくようにしましょう。一回口を前にうーって唇拭きみたいに突き出してからうーってやってからせー上げていきます。せーやるときに上見開きすぎずに口でせー、もう一回いくよ。すうー、鼻開くようにせー、うーせー、うっせーみたいなね。もう一回いくよ。うーせー。 OK、今日のエクササイズはこれで終了です。ですので大事なのはこの首の前の筋肉を鍛えること、そうすることでここのたるみが解消される。だけど必ず首の位置を戻し、首のカーブを取り戻すということ、これで顎のラインから首にかけてがすっきりするはずです。ぜひ繰り返しやってみてくださいね。それではまた次の動画でバルセロナから愛を込めて